部ゆめ、はい、会場では受かった子たちがロドスを歌ってるんですよ。あれ、それが一番辛くて耳を塞いで叫びながら会場を出てったっていう記憶がある。なんて言うんだろう、自分を肯定できるようになったというか、なんかいや総括するといい1年だったなって感じですね。